野島 T リーグ2024-2025 シーズン、九州アスティーダ対日本ペイントマレッツ、今日の試合ハイライトで振り返ります。第1マッチダブルスです。九州アスティーダ井出沢京香、首藤成美対日本ペイントマレッツ柴田咲、伊藤椎名という戦いでした。いかがでしたか？セット目からすごいフィットケアがいいプレーがあって、このままいくかなと思ったんですけど、日本ペイントがそこで粘ってポイントを握ったんですが、最後しっかりフィットペアが立て直して振りいいボールをいっぱい要所で使ったと思います。そうですね、すごいプレーでした、うん。お互いに隙がないというか、はい、はいはい、ゲームカウント2対1で九州のペアが取りました。全日枠のダブルスでも3位を抑えている、はい、ペアですので、いい試合だったと思います。第2マッチからはシングルスです。九州アスティーダ栗山優奈対日本ペイントマレッツ柴田咲の戦いです。見応え満載の戦いっぷりでしたね、はい、両者すごい足が動いてて、はい、強打対強打の試合だったり、そうですね、はい、もっと粘りの打撃戦という感じでしたけれども、はい、そこをやっぱりベテランの柴田選手が1枚上回るという感じでしたね。はい、栗山選手もいいプレーがいっぱいあって、フォアハンドが魅力的でしたね。はい、本当にあのフットワークもすごく良くて、可動域が広いなと思いました。ゲームカウント3対0で、ナイスボール、柴田選手の素晴らしいフォアハンドでした。ゲームカウント3対0で柴田が取りました。第3マッチ、九州アスティーダ今枝真奈美対日本ペイントマレッツ佐藤瞳の戦いです。素晴らしいカット打ちですね。はい、前選手の丁寧なカット打ちに対して最初佐藤選手ちょっと苦戦していたんですが、途中から佐藤選手のチームが変わって最後しっかり勝ち切ってました。はい、ナイスボール。序盤は下げられていた台から、うん、ちょっと遠くに、はい、下げられていた佐藤でしたけれども、はい、最後の方は前について、はい、得意の攻撃も織り交ぜて、はい、すごい回り込みが決まっていたと思います。そうですね、これですね、はい、サービスからの3球目、はい、山田選手も点数よりも内容はすごい濃くて、はい、サースボールにつなげられていたと思います。はい、ゲームカウント3対1で佐藤が取りました。第4マッチ、九州アスティーダ井出沢京香対日本ペイントマレッツ橋本ほのかの戦いです。本当に穴がなかったですね。そうですね、橋本の穴のないカット、そして攻撃、井出沢も粘りました。吉田選手も前後の作戦を使ったり、そうだったり、戦術はいろいろ変えたんですが、はい、それに対しての橋本選手の対応力がすごい良かったと思います。そうですね、本当に素晴らしいプレーです。3球目攻撃もうまく決まってましたよね。はい、カットはもちろんなんですけど、今回はすごい攻撃力が良かったなと思います。はい、
観客の皆さんもおおって言ってましたからね。はい、ゲームカウント3対0で橋本が取りました。はい、これによって九州アシーダ対日本ペイントマレッツ3対1で日本ペイントマレッツの勝利が決まりました。